人を思いやる優しい生徒が集まっています。2、自分の知識と技術で人を助けることができます。3、国家資格が二十歳という若さで取れます。看護は知識と技術をアップデートし続けなければいけません。そのために日々学習を頑張っています。動画をご覧ください。身につけた知識や技術で人の命が救えたら、患者様が安心されたら、その努力は一瞬で報われます。ありがとうという言葉に何度も励まされるとても素敵な職業です。体験入学に来てねー。